みんなは DX という言葉を知ってる？ DX とはデジタル技術を活用して人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させることなんだ。山口県でもいろんなところで DX の推進をはじめとした山口デジタル改革が進んでいるらしいので調べてみたよ。山口デジタル改革。山口県ではデジタルで社会やみんなの暮らしが便利に変わったと実感できるような取り組みを進めているの。今回はその中からいくつか紹介するね。まず1つ目、産婦人科・小児科オンライン相談サービス。県内に住む妊産婦さんや子どもの健康について悩みや不安を産婦人科医・小児科医・助産師にいつでもオンラインで相談できるサービスを提供しているんだ。生活の中でちょっと気になる体調のことや病院を受診するかどうか迷うときに気軽にオンラインで相談できると安心だよね。2つ目はリアルタイム音声表示システム。こんにちは。住民票が欲しいんですが。ではこちらの申請書にご記入ください。市役所や町役場の窓口に設置されているこのシステムはリアルタイム音声認識アプリを活用し話した言葉を即時にディスプレイ上に文字で表示できるんだよ。聞き取りにくい言葉が可視化されてコミュニケーションが取りやすくなるよね。また持ち運びができるから窓口以外でも使うことができるんだ。さらに多言語にも同時翻訳が可能。外国の方と言葉の壁を越えてスムーズなやり取りができるようになるってすごいよね。そして3つ目、運転免許更新時講習のオンライン化。これまで決められた場所や日時、定員でしか受講できなかった更新時の講習が自分の都合の良い時間にオンラインで受講できるようになりました。事前にオンラインで講習を済ませておけば警察署などでは更新の申請や視力検査を受けるだけで免許証の交付が受けられるので当日にかかる時間がぐんと減って便利だよね。みんなも次の更新の時にはぜひ利用してみてね。他にも山口県では高齢の方などに希望に応じて自宅などでのスマホ教室を開催する支援を行ったり情報通信インフラの県内全域の整備に向けて取り組んだり様々な角度から人に優しいデジタル社会の実現を目指しているんだって。ではまとめ。山口デジタル改革を推進しデジタルによってより便利で快適な暮らしが実現する。みんなも生活に身近なデジタル化の取り組みをどんどん活用していこう。では